それでは、由比ヶ崎の方のご紹介させていただきます。こちらの方は私本年の3月31日まで諏訪大社お総代を務めてまいりました小松亮の優勝書きを作成をさせていただきました。
またぞろめ一緒はい、お裾分けお待ちしております。